前回スペシャルゲストの中島文枝さんが近所ソムリエ大興奮の超セクシーな写真集を引っさげて登場。ご案内した羽田神社にはまだまだ紹介したいものがあるので後編スタート。浅間神社から一周できるんですよね、はい、羽田神社の境内を。なるほど。そうするとこちらに見えてくるんですが、ホウレンをぜひご紹介したかったんです。僕初めて見ました。ホウレン湖。ホウレン湖はホウレンしまっとく蔵ということですから。ホウレンって何ですか？ホウレンってね、そこに見えてるんですけど、こちらなんですよ。何だろう、こういう、お祭りの時の出る、まあ、出汁とか、みこしみたいな、ほうのほうですよね、あれ。そう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 、はい。蓮はね、車という字が入ってますけど、はい、要はこういうものを指すということでね、ほう蓮ということですね。ほう蓮は牛さんに引っ張ってもらうものなんですね。なるほど。昔は、まあ、天皇陛下とか高貴な方が乗られたもの、はい、まあ、今となってはこう神様にね、うん、宿っていただいて、うん、出ていくというもの。ほうれん綺麗ですもんね。そうなんです。でこの前あの令和になったということで、はい、身代わりで修復したところなんですよね。あ、すごい。だから牛が引くものですけど、牛っていうのは、まあ、真面目で力強くて、うん、一歩ずつ進んでいくという動物ですから、一歩一歩着実に進んでいくというのもあって、最初に牛さんがお水を、手水ありましたね。そういうのもつながりです。そうですね、ここ五頭天王ですから、牛つながりですもあるかもしれないですね。美は一日にして鳴らすですもんね。素晴らしい。いや本当に改めて思いました。ずーっと美しいままでいらっしゃるという。普段からやっぱりめちゃくちゃ気をつけてらっしゃるんですか？でも私ね、結構食べるのも飲むのもお酒も好きですし。本当ですか？はい。今度行けます？あ、僕も大好きです。飲まないと寝れないタイプですけど。私も本当晩酌しないと寝れない感じ。あ、そうですか。でもやっぱりこう運動と食事と睡眠、やっぱバランスかなと思って。僕ももちろんそう思います。だから僕は右に3つ行った人、左に3つ行った人、はいはい、行った方向は違うけど、うん、考えてることは一緒やと思うんですよね。おー、なるほど、うん、で、だん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 みんな違う方向に行くんですけど、極めた人って結構一周してきて同じこと言うてたりとかするんで、マイナス3って聞くとちょっとネガティブに聞こえますけど、うん、3行った人とマイナス3行った人は僕全く同じやと思っているんで、方向がね、違うだけで、なんかバランスっていうのはそういうのもあると思います。いいお話。いや、とんでもないことでございます。ちょっともうちょっといきましょう。はい、すごい。最後にちょっと、はい、僕から中島さんにお渡ししたいものがあって。本当ですか？はい、お渡ししたいの今出していただいたんですけれど、こちらなんです。はい、ぜひお受けいただきたいなと思って。いいですか？はい、ぜひ。君から頂戴しましたお守り、はい、中に何が、羽田神社のお守りなんですけど、その名も肌守り。肌、はい、この肌、肌、はい、お肌。そうなんですよ。本来ならば肌身、肌身、離さず、はい、持ち歩いてくださいねという意味の肌守りなんですけ ど、うんうん、写真集肌いっぱい出てましたから、はい、そっちの肌守りでも思えば通じるんじゃないかなと思いまして、国が。そしてこちらのお守りもどうかなと思って。2つも。もちろんです、嬉しい。こちらどうでしょうか？こちらのお守りを拝見させていただいて、はい、おお、飛行機。そうなんですよ。そっか、羽田神社、羽田空港近いということで。なるほど。羽ばたいて、はい、いただければと思って。もちろんずっと羽ばたいてらっしゃるんですけど、嬉しいです。このコロナ禍を抜けて、思いがね、本当に嬉しいですよね、はい、もう佐々木君の思いがもうすごい胸に響いて、ちょっと頑張ります。ちょっとご提案なんですけど、はい、今回出された写真集なんですけど、はい、神様に奉納するっていうのはどうですか？いいんですか神様に。神様に奉納したことあります？ご自身の写真集。ないです。すごい。なんかお酒とかのイメージだったんですけど。ですよね。ちょっとね、あ、出てきていただきました。よろしくお願いします。こちらの G
神社の羽根さんでいらっしゃいます。本日の若林と申します。若林さん、はい、よろしくお願いします。若林さん、ちょっと僕今急にご提案したんですけれど、はい、この写真集をですね、はいはい、中島さんから神様に奉納していただこうと思うんですけれども、はい、可能でしょうか。はい、させていただきます。本当ですか。そうなんです。ありがとうございます。ちなみに、はい、写真集奉納された方っていらっしゃいます。初めてです。ですよね。普段はどんなものが奉納されるの？やはりこうお酒です。いや、おっしゃった通りですね。お菓子、お酒、はい、写真集。ちょっとだけ今な中ちょっと見よろしいですか。はい、ちょっと見てもらっていいですか。はい、どうぞ。素敵、ね。はい、ありがとうございます。あはははっていう笑い方が上手です。大丈夫。どうですか。はい、喜び。神様喜ぶ。ありがたいです。ちょっとじゃあこれをあの拝殿に僕ら上がりますんで、はい、それでは準備してまいりますので少々お待ちいただけますか。準備が必要なんです。新鮮に出るためのあの羽織を着てまいりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。初めてでしょうね。ありがとうございます。本当にね、羽ばたきますという思いを込めて神様に奉納していただければと思います。かしこまりました。お待たせいたしました。ありがとうございます。僕らも身が引き締まります。そうですね。それではご案内いたします。よろしくお願いします。それではご神前の中央をお向きいただきまして、二礼二拍手一礼の作法にてどうぞお参りください。写真集を、ね、見ていただけるなんて。また頑張ります。よかったです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。こちらこそいただきます。ありがとうございます。